い、2階に上がってきました、今1時間ほど休んでね、休み休みやるっていうのは非常に大事です。ふらついてくるとね、バランスが取れなくなって落ちる可能性があります。ちょっとここで、マスキングテープ持ってくるの忘れちゃって、部屋まで行くのめんどくさいんで、この 2x4 つけるときにね、柱のある部分に目印でつけておいたマスキングテープ、はいで貼っちゃいます。ここ2段だけなんでね。で、ここら辺が欠けてるんで、ここのとこパテで延長のこのね棒の先っちょにパテ塗りつけてね、パテ持って乾いたら削って、で、あとここシーラー、もう雑巾がけやってあるんで、シーラーと本塗りねやって、それであと一番最後に破風のこっからここまでね、あの延長のやつでね、あのやっぱりクイックルワイパーですね。で、あのもう削ってあるんで、あとはあの延長ローラー市販のやつねと、あとそのローラーを外してハケをねアルミテープでとっつけて、延長化けみたいな感じでね、ここの瓦とハフの隙間、こっちもその手でやったんだけどね、綺麗に塗れてます。こういう感じでハケでこの隙間を塗った後にローラーでねハフの板のとこ塗ってね、それで完成ですね。いや、まあ修理しながら1年という時間をかけてね、やっと完成します。これはね、あの慌ててやるもんじゃないんで、時間かけて少しずつねやればできますんで、やっぱりね、あの今まで危ない思い2、3回したけどね、こういうのね作ってやるとかなり安心してできます。で、今までやった危険なとこもね、やってみてまあ運よく落ちなかったから今だから言えるんだけどね、もっと良かった方法っていうのがねあるんで、まあ最後にねそういう説明もね兼ねてね一本動画上げたいと思います。自分で塗ってみたい方のためにね。そうすればね、よほどのことがなければね、落ちるってことはねないですね。じゃあそんな感じでね最後仕上げちゃいますね。はい、じゃあね、あのサイリングの浮いてる場所をね、間近でちょっと観察してみましょう。相変わらず怖い場所なんだけどね。まずね、一つコーキングのコツね、打ち替えてすぐにヘラで鳴らさないと表面がねこういう感じでブツブツになっちゃいます。すぐに鳴らすとねこういう感じでツルツルになります。だからこういう状態でやんないと本当はねいけないんですよ。時間が空いちゃうとザラザラした感じになっちゃいますね、こうヘラでやった時ね。まあこれはまあ色塗っちゃえばわかんないんでねいいんだけどね、問題はねこのわかりますかね、この動いてんの、ここにね釘があるんだけど、ここ金槌で叩いてもね全然食いつきません。そういう場所が何箇所かあってね、
こう下に来ますとね、こういう欠けがあったり、ここも動いちゃいますね。ここは釘が一箇所、じゃあ行きますよ。やっぱりね、背伸びしてもね、一段しか張れませんでした。ここまでは撤去してあるんだけど、この一段は増し打ちにします。増し打ちの方がはるかに楽ですね。奥行きがないんで。これであとこっから上はね、延長化けでね、10回塗りぐらいしてね、コーキングと同じ状態を塗装で作っちゃいますね。はい、塗装をね、分厚く塗るとね、こんな感じになります。これカッターでね、コーキングみたいに切ってね、断面図をねお見せしますんで、これからちょっと解説に入ります。はい、今こんな感じでね、切り出しました。切った感触はね、コーキングとね、ほぼ変わんないですね。まあ成分の方はね、まだ調べてないんだけどね、一応水性シリコン塗料なんですよ。で、コーキングはね、変性シリコンなんで、もしかすればね、入ってる成分も似た感じかもしれませんね。ちょっとまだわかんないんだけどね。また後で調べてみますけどね。でね、切り抜いたやつがこういう感じですね。すごい弾力性があってね、引っ張ってもね、切れませんね、全然。これでね、思いついたのがね、一番最後の難関のね、コーキングの撤去をどうやっても手が届かないとこね。まあ、やろうと思えばね、その50センチのためにね、またお金かけて足場作ってね、また危険を冒してやればできるんだけど、まあそのためにね、それだけのね、労力を使うのはちょっと無駄かなと思ってね。それでこういう、まあ、塗装をね、分厚く塗るとどうなるかっていうのを検証してるんだけどね。こういう感じになります。だからコーキングとね、ほとんど変わんない状態ですね。それでね、さっきね、コンパネで作った足盤とこね、はしごかけてね、シーラー塗ってね、届かないとこは伸びる棒のね、ローラーでやってね、全部シーラー塗り終えたんでね、まあシーラーができたってことは塗装もね、もうできたと同じですよね。それで破風の部分がね、
はしごをね、前に作ったはしごのアタッチメントね、またあの左側につけるとね、非常に大変なんで、今回ね、はしごをね、破風のね、中央部分にね、かけちゃって、もちろんあの、はしごの下の部分はね、ボルトであの、ビスでね、絶対動かないように4箇所打って、それでね、なんとか登ってってね、上の破風のね、木材の部分にね、板コッパ添えてね、絶対に上もずれない状態にしてね、塗ればね、ロングバケとロングローラー、両方使ってね、瓦の裏側の板金の部分と、破風板のね、材木の部分ね、もうケレン終わってるんでね、それ塗ってね、やっぱり一番下の方がね、はしごからじゃね、あの長い棒を使っても届かないんで、どうしようかなと思ったんだけどね、あの苦労して作ったあのコンパネのね、一番端っこまで行ってね、ロングローラーでやったら届いたんで、ローラーとハケをまたね、あの使い分けてね、塗ればね、塗れるっていうのがさっき確信できました。だからね、その一番最後のこのコーキングのね、できない部分、塗装でね、思いっきり分厚くね、20〜30回重ね塗りすればこういう感じになるんで、そこの部分だけね、あのちょっと細めのハケ使って、あのコーキングの部分狙ってね、重ね塗りしてね、ひび割れとかね、細かい穴埋めちゃえばね、こういう感じにね、仕上がると思うんでね。それでね、やっと完成ですね。じゃあ、あのね、これから屋根登ってね、やりますんで、あの、最後、完成の瞬間ね、どうか、お見届けください。非常に時間がかかりました。振り返るとね、まあでも一日ちょっとずつやってたんで、まあ体にはね、あんまり負担かけないようにやってたんでね、なんとか成功までいきそうです。皆様のあの、温かいコメントに励まされてね、なんとか成功までこぎつけました。で、一番最後にいくらかかったかとかね、より安全にやる方法とかね、あのまとめてね、またあの動画にしますんで、最後自分で塗ってみたい方はね、それをね、参考にしていただければね、安全にね、確実に綺麗に塗れると思いますんで、ぜひ参考にしてみてください。はっきり言ってね、今まで2回は参考っていうか、おすすめとてもできませんってね、説明してたんだけどね、結構一発勝負でやってた部分がね、2、3箇所あってね、塗った後にね、こうやればよかった。だなとか、そういうのがね、結構気づきがあったんで、そのようにやっていただければ落ちないでね、できますんで、まあ最後にね、そういうのも動画に上げたいと思います。あのプロの塗装屋さんは絶対に、あの素人の方はね、あの危険で仕上がりも悪いんで、
やらないでくださいってね、動画で言ってるけどね、あの時間かけてね、アイデアをね、自分であの編み出してね、ゆっくりやればね、丁寧にやればできますね、かなり綺麗に。で、あの修理箇所もいっぱい発見できて、家もねどんどん直っていくっていうメリットがありますね。塗装屋さんの場合は多分ね、壊れてるとこ見っけてもね、あの余計な仕事になっちゃうんでね、見て見ぬふりしてね、色だけ塗ってやめちゃうと思いますよ多分ね。あのやる仕事の内容が違うんでね。だからあの家も直しつつ塗装したいっていう方は特に参考になると思います。ね、また今回もちょっと長い動画になっちゃって申し訳ないんだけどね、一応これで完結編にします。でその後ね、攻略編みたい感じでね、どうやってやればね、あの完璧に綺麗に塗れるかっていうのね、動画一本上げますんで、またぜひ見てください。じゃあこれから最後の作業に入ります。はい、皆さんおはようございます。じゃあね、今日はラスト、やっとね、ゴールが見えてきました。とりあえずね、シーラーはね、さっきここにはしごかけて塗って、あと塗り足んないとこ全部塗ってね、色塗って、で、あの破風、こっからこっちね、なんとか塗れそうなんで、ここを塗り終えてね、あと壊れた箇所、浮いてる部分ね、ドリルで下穴開けてね、釘打って浮いてる部分ちゃんと止めてね、で欠けてた部分ね、手が届かない部分、昨日ここにパテ塗ってね、もう固まってると思うんでね、これからこれで削って塗装できる準備をします。それで、まあこの足場に登っていくわけですが、昨日こっからね、ここまでコーキングのね、撤去と打ち替えやってね、でここまでしか手届かなかったんで、手伸びしてこの一箇所だけね、マスキングできたんでね、増し打ちしてやります。で、あとこっからてっぺんまでね、もうどうしようもないんで。おはようございます。もう作りましたね。やっと終わりますよ。ここはね、コーキングどうやってもできないんでね、あのさっきも説明した通り、塗装をね、何重にも塗るとね、あのコーキングと同じ感じになるんですよ。で、あの後ね、あの変性シリコンと水性シリコン塗料のね、成分を調べたらね、やっぱりね、似たような成分なんですよね。主成分がシリコン樹脂でね、それで、あのコーキングの方は接着剤が混ざってて、塗料の方はね、まあ顔料が入ったりしてるだけの違いでね、ほぼ同じ成分ですね、やっぱりね。なもんで、こっからここはね、もうわざわざここに足場作るの大変なんで、もうここだけは塗装分厚く塗ってね、あのひび割れね、塞いじゃいます。じゃあこのパテ持ったとこから削り作業からね、今日始めたいと思います。はい、じゃあ始めますよ。
これで欠けてたところがね、ちゃんと補強されましたね。こことここはもう前回施工してあります。やっぱりあの釘の打ったね角とかがね欠けやすいですね。はい、こんな感じでね、苦労して作っただけあってね、非常に使い勝手がいいです。これでね、このロングローラーでね、あとここだけ、こう塗ってってね、結構ね、これ棒が長いんでね、角度の調整が難しいんだけどね、慣れてくるとね、だんだん分かってきますね。そしたらですね、あのロングバケ作るためにね、アルミテープで固定するんだけど、昨日の雨でね、こんなになっちゃっててね、アルミテープダメになっちゃったんで、しょうがないんでね、まあアルミテープほどカチッとつかないかもしれないんだけどね、布テープね、これでね、ここ合体させてね、こういう部分ね、手の届かないとこ塗っていきます。抜かりはありません。はい、皆さんおはようございます。よく休んでね、体力が回復したんでね、やります。昨日の午後はね、参りましたね。ガスコンロの中のグリル状態でしたね。西日の当たるところはね、西側はあの午後は絶対やんない方がいいですね。かなり寝込みました。でね、今日ね、また新しいアイテムを作りました。これはですね、一番最後のね、手が届かないね、この角の50センチくらいのウォーキングね、この下は撤去してね、打ち替えできたんだけどね、ここはどうやってもできなくて、まあやろうと思えばね、足場作ってね、やればできるんだけどね、これだけのためにね、そこまでする必要があるのかっていうね、疑問が湧いてきましてね。それで塗料のね、もうほんと分厚く塗ると、この間も説明したんだけどね、コーキングとね、ほぼ同じ材質になるんですよ。ペンキ重ね塗り、分厚くするとね。だからこのとこだけね、重点的にね、狙って塗れるようにこれ作りました。まあ例えばね、ここがそうだとすればね、こういう感じでね、ここんとこばっか狙ってね、何十回って塗れるんでね、それでこれ作りました。それでそこはクリアできますね。で、あとね、塗っ
てないとこがね、ここだけ、あと破風ね、だけなんですよ。だから破風はね、ちょっとね、このアタッチメントこっちでつけるの、もうちょっとコリゴリなんでね、はしごをね、ここの上のね、三角のとこ、固定しちゃいます。この下とね、絶対動かないように。今日風強いんでね。で、固定してね、手が届くところはしっかり塗り込んでね。あと手届かないところは延長バケット、延長ローラーで今日完成させます。ね、じゃあ今日も頑張っていきましょう。はい、じゃあね、こんな感じでね、長いはしごをね、破風のところに直接かけます。そうするとね、角度がね、垂直に近い状態になって非常に危険なんで、ここをね、ここまでずらします。で、ここに固定して、ビスでね。で、上にね、今まではしごストッパーで使ってたやつも役割を終えたんで、これをね、外側に打ち付けてきます。あとこれね、もう一個はちょっとここでまだ活躍してるんでね、はしごの外側に打ち付けてね、はしごがまあここに中に入って こうずれないようにね、するために今から取り付けやってきます。はい、今ね、途中まで登ったんだけどね、角度がね、やっぱりなさすぎてね、かなり怖いですね、途中まで登っただけで。これもうちょっとこっちへずらせばいいんだけど、今度降りるときに下手するとこっから落ちる可能性があるんですよね。どうしようかな。もうちょっとやっぱりこっちずらして降りるときに後ろがないっていうのを記憶しておいて。はい、横から降りるしかないですね。はい、今ね、はしごの最上段まで来ました。恐ろしいです。風吹けば終わりかなって感じですね。角度が垂直に近くてね、これしかかかってませんね。今一応ストッパーね、つけたんだけど、やっぱり力入んなくってね、ビス打つのもね、大変ですね。とりあえずこれね、もう一回下降りて、こっち側もやってずれないようにしてね、やっぱりずれもそうなんだけどね、後ろにひっくり返っちゃう対策しないとダメですね、これ。ちょっとね、これあのはしごの中間部分ぐらいにね、なんか紐かなんか持ってきてね、壁に打ち付けて固定しないとね、作業になりませんね。ちなみに下を見るとですね、こんな感じでね、後ろずらしたんで、後ろはもうこんな感じになってんだろう。こんな感じですね。一番下まで行った時に踏み外さないように気をつけないと落っこっちゃいますね。はい、こんな感じでね、片側だけ挟みました。右利きなんでね、ちょっとこっち側ね、かなり力入んなくてダメでね、こっちだけでもね、動かなくしとけば、まあ理論上動かないんで、あとはね、このはしごがね、こっち側に倒れないような工夫したいと思います。で、それちょっと考えてる間に、
あと塗るのここだけなんだけどね、破風とね、このもう塗ったところね、3箇所くらい浮きがあったんで、それをね修理しちゃいます。はい、これでねはしごが絶対にね後ろにのけぞることがなく左右に動くこともないようにできました。これでこっち側にはいかないはずです。で下もね両側4点止めで、上がね片側両側から挟んであるんでね、絶対に動かないはずです。これで破風とか安心してねやったりねできますね。じゃあどんどんやっていっちゃいますね。ちょっと雨降りそうなんでね、はしごの準備もできましたんで塗っていきたいと思います。今日作ったねこのコーキングのね溝んとこ専用のロングバケでね、正確にこの溝のへっこんでるところを狙ってね、これは使いやすいですね。刷毛もちょうど溝に合うやつね選んでとっつけました。これをね重ねてね50回ぐらいやります。そうするとこの間ね説明したようにね、あのコーキングと同じ状態にね塗膜がなるんですよ。だからねどうしても手届かないとかこの方法でもねいけますね。手届くところは絶対あの撤去してね打ち返した方がいいの当たり前なんだけどね、今回の場合はね仕方ないですね。ここはこれをね繰り返し50回ぐらいやります。塗っては乾かして塗っては乾かしてね。であとねこういうとこねローラーで先やっちゃって、はしごがもう完全に固定できたんで、破風とこもね塗っていっちゃいます。はい、ついに壁が塗り終わりました。長かった。まあ修理もねやりながらやってるんでね、それで結構手間食っちゃってね、あとはハフ塗って終わり。これでこのはしごをね完璧に固定してね、破風のところも完璧に塗ります。ただ残念だったのはねやっぱりここのね撤去ができなかったってことですね。ここはもう50回塗りぐらいしてね、あの前も説明した通りコーキング状態になっています。じゃあ最後ね仕上げちゃいます。はい、最後の最後に編み出した方法ね、L 字と針金使っただけです。ワイヤーでもいいと思うんだけど針金しかなかったんでね、果たしてこんなものでこう、すごい力いっぱいしてる。
きたけどね、結局最後に思いついたこのアイデアね、応用してね、やればね、意外といろんなもん、でっかいもんとっつけなくってもね、こういうシンプルなね、構造でね、できたんじゃないかなっていうのがね、まあ新たな発見ですね。ワイヤーと L 字とちょっとした角材あればね、全部できちゃったかもしれないですね。はい、無事に家の全塔完了いたしました。修理もしながら実に1年かかりましたね。この面は特に苦労したんだけどね、西側なんで5回塗りぐらいやりましたね。で、そこのコーキングのとこはね、50回ぐらいやってね、見事に小さな穴とかひびがね埋まってます。まあコーキングと同じ状態になってるってことですよね、この間の実験から言うとね。で、破風も全部塗り終えてね、ちょっと離れて見てみますか。はい、こんな感じですね。ここは苦労しましたね。まあこういうとこもね、このベランダに乗ってやったんだけど、これしか置けないんでね、とんでもない格好でやったんでね、体中痛くなって参ったんだけどね、やっぱりここがね、どうしても足場なかったんでね、きつかったです。これ作って正解でした。ちょっと手間だったけどね、結構パパって作れたんでね、よかったです。まあ作ってるうちにいろんなアイデア浮かんできてね、アイデアを浮かばせるには急いじゃいけないってことですよ。ゆっくりやって休んでる時にアイデアがね浮かんできますんで、まあそんな感じでね、なんとかおかげさまで完成しました。この外壁塗装 DIY ね、究極の節約術、100万円浮かせて車を買うシリーズね、シリーズ化してやってきたんだけどね、いろいろ参考にしてくれた方ね、とか、応援してくれた方、ありがとうございました。すごい励みになってね、これを完成させる原動力にもなりました。一応これでね、外壁塗装編は終了します。あとこのうちすごい古いうちリフォームしてね、まだ大工の手抜きいっぱいあるんで、基礎編とかね、瓦のね、漆喰とかも全部ダメになっちゃってるんで、そういうのをまた動画に上げていきますんで、まあまた興味のある方はね、引き続きご覧ください。ちゃんとプロの施工方法を守ってね、全部やっていきますんで、まあ素人でも病人でもね、時間かければできるっていうのが証明されましたね。まあそんな感じでね、今回もちょっと長くなっちゃったんだけどね、まあ一応完結編慣れてよかったです。どうもありがとうございました。それではね、また次回お会いしましょう。